はいどうもこんにちは、青木です。現在僕は近鉄の大和西大寺駅に来ております。でここはね、近鉄の一大ターミナル駅でね、奈良から京都に行く電車と大阪に行く電車がね分岐したりして、本当にひっくりなしにね電車が来て、またずっといても飽きないようなそんな駅なんですよね。で今日はねこの近くから、奈良の、シェアサイクルに乗ってみたいと思います。ではね早速駅の外に出てみましょう。本当にね電車がひっきりなしで来るんでね、1時間とか普通に、過ごせちゃうそうですね。はい、で外に出てきました。いやね、この外からもね電車が上からこんな感じで見れてね、で本当に何時間いても飽きなさそうな風景が、広がってますけど、で今日はね、どこに行くかというとね、ここ地図ありますからね。でここにね平城宮跡ってとこあるんですね。でもこの平城宮跡っていうのは10年前かな、平城遷都1300年祭ってねお祭りで、結構有名になって遷都くんとかね、出てきたとこなんですけどね。ここねまあこういう草原の中に、古い建物いろんなのがね建ってるんですけどね。でちゃんとこうやって道があってでね、ここで一番の見どころはこの電車がねこれね地上ねちゃんと走ってて、でここね平城宮跡の中をね通ってるっていうことなんですね。でまあこの電車なんですけども、まあ、近いうちにね、まあ、こんなところ歴史のね遺跡の中を電車を走ってたらちょっと雰囲気が合わないやろうってことで移設をされる予定ということでね。なのでまあ今がね今のうちにねその遺跡の中を電車が走る風景でね見といた方がいいぞということでね今回は来てみました。でね、ここにね今大和西大寺駅いるんですけども、ここにね奈良ファミリーっていうところがあって、ここにねシェアサイクルのポートがあるそうなんで早速こっちに行ってみましょう。はい、ということでこれ駅前になりますね。結構綺麗ですね。最近なんか整備されたんでしょうかね。で、ここのねちょっと奥に見えてるこのファミリーって書いてあるところですね。これがね奈良ファミリーで、ここにポートがあるみたいです。じゃあ行ってみましょう。これが奈良ファミリーでショッピングセンターですね。結構大きいですね。はい、ということで、奈良ファミリーの入り口付近にねポートがありました。なんかファブチャリ大阪バイクシェアそっくりですねこれね。はい、これがね、今日利用する、奈良バイクシェアですね。でファブチャリ大阪バイクシェアと、同じドコモグループのね、シェアサイクルになっております。ということで、奈良の街サイクリングするのは初めてなんでね、前でおなじみの、自転車ナビタイムさんを使いましょう。でね、コース取りはね、こうやって逆のっていうかな、L 字型のね、コースに、しました。で、ここね、まず平城宮跡まで行って、でこの真ん中ら辺にね、都通りっていう通りがあって、でこれがね、平城宮跡の中を突っ切っている通りだそうですね。で途中で電車が通る踏切もあるということなんでね。なのでこうね突っ切ってね、この平城宮跡のねこの、端っこの部分までね行ってみようと思います。では行きましょう。なんかねハブチャリ大阪バイクシェアとかあとコベリンとかと同じ多分機械だと思うね、同じ停車だと思うんで、なんかあまり新鮮味がないですけどね。でも結構ね慣れてるんでね漕ぎやすいですね。で料金もね大阪と同じで、30分税抜き150円で延長が、税込みの100円ってこと、あ税抜きの100円ってことになっています。まあちょっと高いようなね、なんかまあ大阪より田舎なのに高いなというような感じもしなくもないんですけど、まあね、奈良はね観光地なんでね、観光地で、自転車の借りを持ったらそれこそね、2時間1000円とかねそういう取るようなところもあるので、それに比べてはね結構安いし、またねいろんなところにポートがあるんでね、自転車で観光してで疲れたらポートに帰してでバスでその後移動するなんてこともできるんでしょうね。ここがちょっと道が狭くなるんですね。
ごい見えてきましたね。この森がね見えてきましたけど、これがね、平城宮跡になっております。一気に景色が変わりましたね。なんか奈良らしい、なんか鹿が出てきそうな景色になりましたね。奈良も坂がこうやってあるから、やっぱり電動でね、電動自転車で借りられるのはありがたいですね。お、すごい、なんか左側めっちゃジブリみたいな景色になっていますけどね。もうちょっとしたらこれ右に行きましょう。ということで、ここがね、ここをね右に曲がります。ということで道がありますね。道をねちょっとせっかくなんでサイクルにしていきましょう。まずこれ当たって、はい、平城宮跡の中に入りました。はい、ということでこちらがね平城宮跡のメインの建物の一つ、大極殿になっております。いや、迫力ありますよね、近くで見ると。このね大極殿という建物がね、周りのこのね田んぼとかね、普通に家とかがある中にねどっしりとね建っておりますね。これはね圧巻ですね。すごい涼しいですね。なんか外もむちゃくちゃ暑くてね、自転車のサドルなんかすぐね暑くなっちゃうぐらいのね、そんな気温だったんですけども、この大極殿なんかものすごく涼しいです。ではね、今からね見に行く電車ね、踏切はねあそこの倉庫みたいな建物があるんですが、そのねもっと向こう側にねあるようですね。はい、ということで自転車置き場に戻ってきました。いや、大極殿がね嘘みたいにむちゃくちゃ暑いです。建物は本当に昔の建物ですけども、ちゃんとね暑さを防げるようなね構造にねなってるんですね。いやー、なんか展示物いろいろあったんですけども、とりあえず休憩ですね、涼みに来たというようなね、そんな感じでした。大極ではねタダで入れるのでね、ぜひサイクリングついでに涼みにね来ていただければと思います。ではまた自転車で出発しましょう。向こうから踏切のとこ聞こえてますね。近くなってきた。行きましょう。あ、これですね。これちょっと電車系を通すのかな。あ、すごい見えてきた、見えてきた。これすごい、ちゃんと見えてますかね。カメラで見えてるかわかんないですけど、しっかりと遺跡の中を電車が走ってますね。ということで、これを右に曲がるとですね、踏切がありますね。朱雀門北踏切って書いてありますね。電車来ますね。こちらに見えておりますね、朱雀門をバックにね、電車を観察していきたいと思います。あ、すごいな、これ時代を間違えてしまいそうですね、朱雀門をね。あとで朱雀門も行きますけどもね、いやすごい立派な建物になってますね。これは珍しいですね。これ京都のね地下鉄が通過してきましたね。地下鉄烏丸線が通過してきましたけどね、これなんでかというと奈良まで、烏丸線の電車直通してるからね。なのでね、京都の地下鉄がね、通ってきましたね。
てはね、まあ、ここで、電車観察してもいいんですけども、暑いので、ね、あの朱雀の方まで、行っちゃいましょう。渡り切る前にね、また踏切が鳴ったんでね、今度はこっちから電車が来るそうなんでね、もう一本だけじゃ見ていきましょう。はい、今度は普通の近鉄電車ですね。普通の近鉄電車がね、通過していきました。今なんか平城京天平祭っていうお祭りがやってるんですね。まあ、平城遷都の1300年祭ね、もうあの何回か来たことあるんですけども、その時はね、ものすごい人でしたよ。でこう踏切のところじゃなくてね、あのこの、ね、まあ、河川とかね見えてると思うんですけど、この辺りがね結構電車撮影でいいスポットになってますね。あ、自転車置き場ありましたね。ということで、こちらがね、メインの建物の一つのね、朱雀門になってます。また電車がね来るみたいなんでね、ちょっと観察していきましょうか。はい、ということで、電車がね、また普通の近鉄電車が、通過していきましたね。この辺にね、あの三脚とか立ててね、ちょっと高めのやつ立てて、電車撮ると非常にいい写真が撮れるんじゃないかなと思いますね。まあ、この季節ね、とても今とても暑いんでね、秋頃にねやるのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。また電車来るみたいですね。また来ました。これは近鉄のシリーズ21というね、普通の近鉄電車とはね違う色をしている、新しい、まあ新しいって言ってももうね登場して一番古いやつだと20年ぐらい経つんですけどね、そういう電車ですね。はい、では朱雀門の方ね、見ていきましょう。あね、堂々とした建物の前をね、今度は近鉄特急が通っていきますけどね。あ、これはすごい。ここなんかね、この景色もね、と非日常ですよね。いや、どうですかこれ。この朱雀門からね、この電車を見るっていうね。めちゃくちゃここ涼しくてね、なんか非日常感を味わいながらね、快適に電車を見ることができるんですね。はい、ではね、朱雀門をね、後にしてね、平城宮跡の端っこまで行きたいと思います。電車がね、ひっきりなしに来るんで、ね、もっと見たいなというね、欲が湧いてくるんですけどもね。さあ、これ左に行きましょう。左に行くとね、これがね、朱雀王子でね、昔はね、こう大きい通りだったところですね。なんかこっちに屋根のついたね、ところがありますね。日差しがね、直接照りつけるんで、ここね本当に日焼けとか気にされる方はね、日焼け止めしっかり塗っておいてね、あとまあ虫除けとかもね、しっかりして、来ていただければと思います。ここあれかな、平城遷都の、1300年祭の時にバスターミナルだったところですかね。ちゃんと今でもね整備されてるんですね。この日陰です。すごくね、気持ちいいですね。ではね、平城宮跡ね、サイクリングしてきましたけども、ここからね、最後、
で近くに新大宮というね、さっき見たあの近鉄電車の駅がありますので、そこまで行ってエンディングにしたいと思います。そこにもね、あの、奈良バイクシェアのね、ポートがあるそうなんでね、そこで返しましょうかね。はい、ということでね、平城宮跡でした。でこんな感じで、あの広々とした開放感が、ね、ある景色をお楽しみいただけましたでしょうか。では新大宮駅の方に向かいましょう。でも本当にこの平城宮跡ね、昔奈良時代の、都があったところが今はね、こんな街中にね、街中にね、そびえているんですよね。だからもう今、平城宮跡からね、ちょっと行ったところなんですけど、本当これ街中ですよね。さっきまでのね、なんかあの草原の雰囲気が嘘みたいですよね。なんかこの道走りやすいですね。なんか奈良ファミリーからね、ボート借りた時は道がものすごい狭くてちょっとね、後ろから車来て怖かったぐらいなんですけど、ここはそうでもないんですね。これ国道308号線ですね。この国道はね、中央通りの大阪の、ね、中央通りの延長上なんですよね、これ。でこれ左に行くと国道24号線っていうね、京都から和歌山の、ね、国道ですね。これがね、あります。今日も当たるなって書いてありますけど、これ本当危険ですね。国道ですからね、国道信号なしのところにね、渡るんだなんて、そんな、どんなにアスリートですかね、それでレベルにならないとできないというか、やっちゃダメですけどね。で左に見えてるのはね、昔、奈良の祖坊だったところなんですよね。今は何でしょう、ラウンドアップになってるのか。まあ、えらいね、あの高級そうな建物なんですよね。昔、デパートですよね。これが川だったんですけども、川のね、ちょっと行ったところになんかポートがあるみたいですね。ありましたね、これだ。はい、これがね、ミナーラっていうね、ポートで、この、昔祖母だった施設が、ミナーラっていうね、名前に今なってるんですよね。で新大宮の駅からもね、ここからの自転車で乗ればね、すぐ行けちゃうのでね、まあ駅ね、行くのと、あと奈良駅もね、近鉄奈良駅もね、自転車で行ける距離にあるので、ここね、この辺のね、住宅も結構あるんで、この辺の住宅からね、ここで自転車借りてね、奈良の市街地まで移動するっていう、そんなことができるんじゃないかと思います。でもう一個ね、この近くにあるみたいですね。ということで、ここは、奈良市庁前というね、バス停になってますけども、文字通りね、この横が、左側ね、奈良市役所になってますよね。この市役所の中にもね、コートがあるみたいですね。なんか建て替えしてるのかな、市役所人道、あった。はい、これが奈良市役所の、ポートになっております。ただ市役所にポートがあるのってね、前挙げた、岡山のシェアサイクルももチャリってやつですね。あ、そうだ、ももチャリの動画もう一本そうだあるんだけども、まだ上げてないんですけども、その上げてないやつにもね、出てくる、岡山市役所のね、岡山市役所にね、シェアサイクルのポートがあったというような感じで、奈良にもね、こういった公共施設にね、ポートが設置されているということなんですね。まあ、市役所とかに用事があるときにね、シェアサイクルで来てね、でそこ止められるっていうのは非常に便利な、システムになってるんじゃないかなと思います。でこれなんか急速充電装置っていうのがあって、これはあれでしょうかね、この
ならバイクシェアの自転車の充電、あのバッテリーをここで充電してるんでしょうかね。さあでは、駅の方に向かいましょうか。しんでね、脇道行きましょうか。ということで新大宮駅にね到着しております。本当はねちょっとどこにあるかと言いますと、駅のねあの東側の踏切で渡ったところだそうですね。電車が来るみたいなんで見ていきましょうか。あの緑色の屋根かな、あれが、自転車置き場っぽいですね。はい、ということで近鉄名物2階建てのね特急ビスタカーをご覧いただきました。あと道を渡らないといけないんでね、もうちょっとねあの行って信号を渡ってからね、ポートに行きましょうか。すごいな、広場になってる、ここスーパーホテルがある。あ、すごい、コンビニが下にあるんですね、次。スーパーホテルって泊まったことないんですよね、まだ。最近 GoTo トラベルでね、いろいろ、特にアパホテルとかいろいろ行ってるんでね、ホテルレビューできたらいいですね。ということで自転車がね、置いてありますね。すごく電車がめちゃくちゃ見やすい自転車置き場ですね。はい、ありました。で想像通りね、ここでしたね。新大宮自転車センターってところですね。じゃあここで返しましょう。よいしょ。はい、ということでエンディングです。このシェアサイクルをねまず借りてた時間が82分だったんでね、基本料金の150円税抜きと、延長がねあの2回ですね、30分で100円なので、2回延長したので合計で、税抜きで450円なんで税込みだと500円ちょっとでね、自転車を借りてねサイクリングを楽しんでいました。いや奈良にもね大阪の、ハブチャリ大阪バイクシェアみたいな感じで気軽にね、借りてね、こうやって乗り捨てることができるシェアサイクルがあるということでね、ぜひね今回みたいなあの観光にもね使ってみていただければと思います。ただねあの平常休息とても暑くてね、あのカメラがね途中であの暑さでね一回あの強制終了しちゃったこともありましてね、なので、ね、あの暑さ対策とねあと水分補給はしっかりね特に夏にやられる場合はねあのしていただければねあのサイクリング楽しむことができるんじゃないかなと思います。それではね、この動画はここでおしまいにしたいと思います。あ、電車がまた来るみたいでね、この電車見ながら、お別れにしたいと思います。お、これはまた平常休憩でも見ましたけど京都の地下鉄ですね。いやこれ珍しい。はい、まあね、この京都からの直通は1時間に1本ずつぐらいしかないので、本当にで近鉄の車両も使えることがあるのでね、京都の地下鉄が来るってことは結構ね、確率的にも少ないんじゃないかなと思いますけどね。ということで、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。